あ、どうもこんにちは。こんにちは。大塚さん、東日本選手権、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。で、あの何でしたっけ、ベリンボール合戦、あのバックトラトルからの見事なエスケープ、グルグルからの、はい、なんだっけ、あのレッグトラックみたいなやつ、すごかったです。ありがとうございます。さっき見ました。あの動画見た方は分かると思うんですけど、最後もマグロを釣り上げるように、寿司三昧どうですか。あ、そういうことですね。すごい、はい、でこの金髪なんですけど、はい、どうしたんですか。モテたい、今年の夏は。あ、それだけです。大塚さんがあの試合の時 の顔つきが怖すぎるっていう、はい、あ、ちょっとあれですよね。僕結構あの目も切れ長なんで、あのヤンキー臭もかなり怖いですよ。出ちゃうんですけど、眼鏡かけてるとすごい優しい顔してるんですけど、ちょっとあの鬼のような顔、僕かっこいいと思いますけど。ありがとうございます。金髪だし、ちょっとテンパなんで、ちょっとヤンキー感出ちゃう。かなり出ましたですね。でもいつもね、あの試合の時怖い顔してます。はい、で、今日、またフィジカルスペースに久しぶりに来たんですけど、はい、前回までの大塚さんその動き何ですかっていう、はい、企画、ちょっと僕失敗したかなと思って、はい、あのなんでかっていうと、最後まで見ないと何の技か分かんないんですよ。うん、ああこれエビ教えてたんだ、はい、後から分かる。まあそれはそれでいいんですけど、検索に全然引っかからない。だからなんかこう YouTube とかでね、あの全然検索してくんないと分かっちゃって、あ、これダメだと思って、はい、今回からちょっと趣旨また変えたいなと思ったけど全然思いつかないと、はい、なんかないですか。そうですね、まあやっぱり、ね、見て勉強になるっていうのはやっぱり柔術の動画の一番の面白いところだと思うので、はい、まあ、僕なりにこう普段教えてるようなことで、はい、まああの 会員さんはね、普段こう聞ける、聞いたり、あのテクニック受けたりできると思うんですけど、そうじゃない方でも、あの、まあ、僕が普段教えてるフィジカルスペースで、習っているようなテクニックを紹介できればなと思っています。なるほど、はい、で、それだけですと、なんかこうどんな感じを教えてくれるんですか。どんな感じで優しく教えてくれますか。あ、僕はね、優しい、基本優しいと思うんですけど、考えないでなんとなくやっていく人には相当厳しいですね。そうなんですか。はい、もう日々激怒、罵声を浴びせて、怖い感じが出てきたんですね。あのヤンキー感が、あ、怖いな、ということは今回の企画の趣旨はちょっとあれですか、何と言ったら分かるんだって感じのことですよね。まあ、そうですね、ちょっと、まあ、ここをこうやめなかったら僕はクラスでは激怒しちゃうよみたいな、あのポイントを、あ、なるほど、絡めながらなんかそういうテクニックを紹介できればなと。わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、大塚裕明の何度言ったらわかるんだシリーズ。はい、ということで大塚先生、はい、何度言ったらわかるんだシリーズ、はい、お願いします。はい、今日何やってくれるんですかね。何教えてくれるんですか。まず、まあ、何度言ったらわかるんだっていうのはもう本当に大事なところですね、はい、あのここだけは押さえてほしいっていうのを僕はもうクラスで何度も何度も、あのもうこのほぼ2年かけて、はい、毎日のように言ってることを、ええ、やっぱりどうしても、まあ、その日はできても次の日来たら忘れちゃうとか、あ、そういうところはちょっとこう怒りポイントになってくるので、あの今日はそういうポイントを押さえて見ていただければ。あ、わかりました。ちょっと一回電話出ましょうか。はい、一旦止めます。じゃあ再開します。はい、すいませんでした。じゃあやりましょう。まずは今日はちょっと腕十字をですね、はい、まあ、何種類か紹介していきたいと思うんですけども、何度言ったら分かるんだってところなんですね。そうですね、で、まあ、もちろんいろんなポイントがあるし、いろんなあの先生方アカデミーでいろんな教え方あると思うんですけども、はい、今日はちょっとまずは、下から腕十字1個だけちょっとポイントを、説明したいと思います。下からのやつですね、はい、まあ、一番あのポピュラーな腕十字ではあると思うんですけども、まあ、例えば相手の手首、肘を抱えて自分の方に、ね、引き出していきます、はい、肘が下がっていると腕は全然決めれないですね。しっかり自分の溝落ちあたりまで相手の肘を引きつけておいてください。で、まあ、このあたりが一緒だと思うんですけども、ね、相手の腰を蹴って膝裏で相手の脇を送り出して、ね、顔にかけ、で手首を掴んでお尻を上げると腕が決まります。はい、で、はい、で一番あの重要な、ね、ポイント、怒りポイントなんですけども、はい、
まあ、腕十字っていうくらいなので、はい、何が十字かっていうと、はい、自分と相手の軸が十字になってなきゃいけないですね。どういうことですか？要は90度です。どことどこが？ちょっとやってみます、はい、例えば、まあ、今相手の軸と自分の軸はまっすぐ揃ってますよね。上から撮ったら分かりやすいか、はい、例えばこのまま、ね、自分と相手の軸まっすぐのまま顔かけようとしてもかかんないです。これはそうじゃなくて腰を蹴って自分の体を横に、あ、ここでここで自分の軸と相手の軸が今90度になっています。それは0度じゃ10時と言わないってことですね。そうです。あ、そして、ね、こうすると相手の顔もすぐ足かけやすくなるんで、はい、これがやっぱり正面だと足かかんないんで、ね、なので90度、ね、10時にするために腰骨を蹴る、膝裏で相手を送り出しながら自分も横に回る。こうすると正しい位置で顔にかけることもできて腕も、ね、決めることができます。なるほど、はい、ちょっとそれ、まあ、そう分かって いますけど、はい、できないってことですよね。みんなできてないっていうか、はい、どんなふうな失敗をしてるってことですか？うん、多分あの丸暗記なんでしょうね。多分足腰を蹴って足で送って顔にかけてっていうのを丸暗記しちゃうと、もうそもそもこの腕十字自体のポイントを押さえてないことになってしまうので、うんうんうん、大事なのは相手とね90度になること、十字になることですよっていうのを頭に入れればいいんですけども、はい、ちょっと一旦切りましょうかね。ちょっと CM です、はい、すいません、はい、シューズはなしで大丈夫なので、はい、動きやすい服装と、まあ、タオルと水分と持ってきていただければ大丈夫ですので、はい、では明日お待ちしております。はい、どうぞお待ちします。メガネ、あ、何でもないです。ダメなバージョン。あ、ダメなバージョン、はい、ちょっともう電話線抜こうかな。いやもない。あ、ダメなバージョン、はい、そのダメな人っていうのは丸暗記してるから。そうです、そうです。腰を蹴って足をやってとかやってると、もう90度になるってこと。ああ、忘れる。そこが一番重要なのね、はい、ああ、であれかかんないとか。いや、それ僕ですね。腹筋がとか首がとか言い出すんですけど、ああ腹筋じゃないんですね、そもそも。そうです、はい、とにかく十字になることを考えてください。なるほど。十字になるために腰を蹴るんです、はあ、十字になるために膝裏で相手を送り出すんです。自分は体を横に振るんです。あ、そこの角度のことを十字って言ってたんですね。そうです。知らなかった。それをしっかり頭に入れれば、じゃあどうやったら、ね、相手に対して十字になれるんだろうと、あ、腰蹴ったらやりやすいよなと、ね、膝裏で送り出したら、あ、横になってきたなと。でもここまで来ればさすがにもう見えますよね。ああ、もうかけるっきゃないでしょって、はい、もう顔かけないとかってことは絶対ないですね、うんうんうん、スヌーピーってかけれるで決めることができます。その10時90度になるってことを目標にして、はい、その技が組み立てられてるんだよってことを。そうです。お前ら分かってねえのかってことですよね。そうです。これを理解しないでただあの考えずにやってると、僕はもうクラスの中では大激怒。なるほど。もう何度も言ってるのになんで覚えねえんだってことですよね。そうです。まあそういう言い方はもちろんしないですけど、はい、あのそういうプレッシャーはかけてしまいますね。なるほどね。あ、はい、怖いですね、はい、あ、じゃあとりあえずこの下からの十字、ありがとうございます。よくわかりました。はい、なんか言いたいこととかありますか？俺を怒らせんなよ。
先生厳しい。